朝とも呼ばれる一年生の総本である。私有一種。ことわざ、朝の中のよもぎが凡人を感化する善人に朝を例えているように高くまっすぐ生育する。人類が栽培してきた最も古い植物の一つとして一万年を超える付き合いがある。茎の皮の植物繊維は朝繊維として、マシアザブ、神道における具など様々に実は食用や 小薬の麻子ひとしとして、麻のみ油は、食用や燃料など、成分を、明帝や医療大麻にと、様々な形で用いられてきた。実は大豆に匹敵する高い栄養価がある。伊勢神宮の神札の大麻と呼ぶ由来となった植物で、あり、三草の一つに数えられ、米と並んで、主要作物として盛んに栽培されてきた。第二次世界大戦中に、 農林省が日本原朝を設立した日本でも終戦後に GHQ の指令により規制したが繊維用の朝まで強く規制され伝統継承の問題が生じている20世紀半ばより国際的に薬用の大麻が規制されたが21世紀初頭には医療大麻違法かつ非犯罪化という緩い規制への変化米国首都での思考大麻の合法化など 例外も増えてきた。大麻として1961年の麻薬に関する単一条約で国際統制されるのは繊維や種子や園芸以外を目的とした花や果実のついた枝端である。一方、日本では大麻取締法の大麻としてカンナビスサティバ、L の繊維型の品種模様と下水が規制されており種子や茎を除外している。 葉や花には高精神性のテトラヒドロカンナビノールが多く摂取すると透水する。薬用型あるいはマリファナと呼ばれる。薬用型の代表的な品種では THC の含有量は15%を超える。一方、神道における大麻は神に捧げられた布の多くが麻であったことから麻の字が当てられ、これを形式化したハライグである。は繊維型とされ、 繊維利用のために品種改良した麻の故障で繊維利用の研究が進んだ欧米諸国でそう呼ばれ規制法で表記される植物名のカンナビスと区別しているディーゼルエンジンなどに使用できる化石燃料よりも抵抗外の油を取ることもでき近年その茎から取れる丈夫な麻繊維はエコロジーの観点から再認識されている 産業用ヘンプの t h c 含有料は0.3%未満であり、摂取しても糖水作用はない。抗議には、アサはアサ繊維を取る植物の総称であり、アマやチョマ、オウマ、マニラアササイザルアサを指すことがあるが、本項目とは別の植物である。大麻の形態学による違いアサの発信の野生の大麻は失われており、人間が栽培した種に起源を持つ。 現在の分類体系では、単一の種カナビスサティバ、あるいはサティバサティバだけでなく、アシュインディカインディカとの2種、マタルデラリスルドラリスを加えて3種として研究される。かつてクワカとされていたが、DNA の類似性から、アサカにまとめられる。形態的にも、拓葉が相互に合着しない、種子に配入がある、等の点で、クワカと、区別できる。 カンナビスサティバカナビスサティバは、フックスが1542年の総本誌で最初に、モチー、欧州の朝が描かれていた。1753年の植物の種でリンネが単一型として割り当てたが、しばらくするとラマルクは短く精神作用のあるインディカインディカを、インドは大陸の形態学的に異なるものだと説明した。シュルテスやアンダーソンは、形態学的に、 カナビスサティバエル、カナビスインディカラム、カナビスルドラリス、ヤンの3種を推定した。2003年の短い反復配列による DNA 指標は繊維型と薬物型を明確に区別しなかった。繊維型と薬用型の区別は THC の量によって決定されており、形態的な区別はできない。 2004年、カール・ヒリグ・トッポール・マルバーグは157種の朝の体系的な科学分類を行い、現在のカザフスタンにおけるサティバ・サティバの起源的な発生地、西ヒマラヤを起源とするインディカ・インディカの地図を描き、また中央アジアのルドラリスは第3の遺伝子プールが推定される。サティバとインディカの分裂は人間の介入に先行している可能性があった。 カンナビノイドの合成につながる遺伝的な起源はインディカにあるようである。2005年の研究も断片調多形がこれを裏付ける。また、8カ国53の大麻からルテオリンシーグリクロニドはサティバから検出されるが、インディカからの検出は稀であり、遺伝子流動が制限されている。2011年にアサノゲノムの草案が発表されている。 薬用型と繊維型の遺伝子的な相違は、用途によって栽培してきた観光により一遺伝子に、例えるとヨーロッパ人と東、アジア人の程度であるが、さてばとインディカでは栽培の観光のためかその祖先を同定することは部分的にしかできない。2019年の調査では、最も古いインディカの花粉はおよそ32,600年前のものである。 本校とは別の植物として、抗義に、朝とされる種類には、イラクサ科のカラムシ、アマカノアマなど、植物学上の分類が異なる20種類がある。これらに、サの字が当てられたのは、屋根の下で茎をこすり、繊維を取り出すことから来ており、強くて長い繊維を総称しているため、明治以降に、外来のマニラーサなどと区別するために、本校朝が大麻と名付けられた。他に、 シナのキカのツナソ、バショウカのマニラアサ、キジカクシカのサイザルアサもアサと呼ばれることがある。緑色は世界におけるアサの生育に適した気候を持つ地域主有種。100頭下で高さ2.5メートルに成長する。品種や生育状況によりさらに高く成長する。ヒマラヤ山脈の北西山岳地帯が原産地と言われている。生育速度と 環境順応性の高さから、熱帯から寒冷地まで、世界中ほとんどの地域に定着している。日本にも古来自生しており、神道との関係も深い。栽培植物としては、非常に急速に成長する。朝は、生育が早い一年草であり、生育の際に、多量の二酸化炭素を消費し、繊維質から様々なものが作れるため、 地球規模での環境保護になるという意見もあり、実際にバイオマス原料植物として各国で研究、実用化が始まっている。朝の中のよもぎということわざは、まっすぐ育つ、朝の中では曲がりやすいよもぎも曲がらないということで、朝は凡人を感化する善人に例えられている。生育速度が速く、忍者が種をまいて飛び越える訓練をした逸話などが残っている。 朝の波紋用二代目、歌川国記作。八百八百七。1867年。朝の波紋用は、平安、鎌倉時代から、様々な場面での衣装として使われてきた。神社の神門や、家門にも使われる。日本では、赤ちゃんに、朝の波紋用の産着を着せることは、朝のようにすくすく育ってほしいという願いが、込められている。19世紀の日本では、 歌舞伎役者の影響から特に若い女性に人気の着物の柄でそれだけでなく定番の模様であった。編み物や籠の編み方に朝の葉編みがある。葉、花には薬理作用がある成分が多く含まれる。特にメスの下水に樹脂が生成され THC が多くこれを原料にハッシ脂が製造される。朝には 100以上の THC のようなカンナビノイドが含まれる。体内では神経調節物質としてエンドカンナビノイドが産生され、そのカンナビノイド受容体は全身に広がっており、多くの異なる機能に関与しているため、そのことが大麻の医療応用性の広さの理由となる。朝飲みにも少なくとも鳥の餌用として日本で販売されていた重製品や朝油から少ないながら、 カンナビノイドは検出されている。また、朝には、テルペンが含まれ、植物的な匂いを発し、抗炎症性、抗菌性、抗不安または、鎮痛性がある。食品香料として承認されており、一般に安全である。カンナビノイドと相乗作用があるという化学特性を示している。リモネン、ミルセン、ピネンが優勢だが、 朝の乾燥と貯蔵により損なわれ β えたカリオフィレンの割合が相対的に増える。他に含まれるテルペン。こうしたテルペノイドは他の食品において上述のような作用が見出されるため、単理された THC などとは異なった作用を示す。大麻の効果の一部分である可能性がある。 アサに21種類のフラボノイドが特定されており、ア特有のカンナフラビン A には抗炎症作用がある。アサに含まれる糖水成分がテトラヒドロカンナビノールであり、その効果を打ち消す成分がカンナビジオールである。アサの薬用型、繊維型といった品種は THC と CBD の含有率によって決定され、薬用型では THC が2から25%含まれ、 CBD は少なく、繊維型では CBD が THC よりも多く THC が0.25%未満である。アメリカ、カナダ、オーストラリアでは THC が0.3%未満の品種を産業用偏プと呼ぶ40ほどの品種が登録されている。一方、薬用型では THC の多いものは5から25%であり、 代表的な品種では15%以上である。2010年代には CBD 濃度が17%といった薬用型の品種も開発されている。日本の本州に自生する朝は THC の含有率が0.08%から1.68%であり、CBD の多い繊維型である。日本では工述する品種が改善された。 土地議士で THC が0.2%から0.3%、古来栽培されてきた在来種では1%前後である。一般に登録された種苗は品種の純正を保つために専門機関によって隔離栽培され種子が栽培者に提供される。この仕組みを遵守することで産業用に栽培される大麻に高精神性の成分が含まれないようにすることは、 十分に可能であり、事実、フランスなどでは問題は起こっていない。それでも昔から生産者の間では、収穫期の朝畑では麻酔をすることが経験的に知られていた。品質の良い,い白木という品種に無毒の在来種を掛け合わせて、1974年から品種を改善してより1982年に、品種名、栃木白として種苗登録された。 無毒麻、無毒大麻と呼ばれている。THC 含有率は0.2%であり、先に述べた産業用偏布の基準にも適合する。1984年には、栃木県の麻はすべて栃木城に転換され、それからも品種の選別、生成過程の改善を経て期待通りの製品が出荷できるまでになった。麻は、その繁殖プロセスから花粉が 周囲 2km 程度に飛散する。THC の多い種と交配することで容易に THC の多い種になることから1984年には栽培種をすべてと木城に移行し無毒の状態は毎年検査され保たれている。薬用型は葉の先の色が違い一見してわかるがそれが生育していたことはない。それでも栃木県は種を厳重に管理して県外への 譲渡を認めておらず、2016年12月には、規定を改正して、県内栽培者に、県外からの研修生や、見学の受け入れを禁止した。なお、日本の大麻取締法、第22条の2の2は、大麻の乱用による、保険衛生上の危害の発生を防止するため、必要な最小限度のものに限り、かつ、免許または、 許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならない、ものでなければならないとしている。薬用の朝は、露地栽培、または水耕栽培で育てられる。鑑定資料や系統種の保存のために栽培されることがあり、東京都薬用植物園のケシアサシ試験区でも厳重なフェンスに囲まれて、栽培されているところを鑑賞できる。特に屋内栽培では、 照明や空調などで大量の電気を必要とする。2012年には大麻草を栽培していたマンションの一室で電気系統の発熱によって火災放置器が作動したことで栽培が発覚する事件が発生している。北海道では自生する朝を乱用目的で不正採取する事件がたびたび発生しており問題視されている。戦前、 漁網等の繊維採取を目的とした麻の生産が奨励されていた時期があり、過去に栽培されていたものが野生化しているため、人里に近いことが多く、特に北海道が野生化に適しているようである。基本的に発芽防止処理が施されているが、鳥の餌の麻の実から大麻を栽培し逮捕された例はある。七味唐辛子の麻の実から発芽させたというのは偽証であった。 ヨーロッパ、カナダ、オーストラリアでは産業用ヘンプに登録された品種であれば、葉や水をも商品として用いることができる。EU では THC 濃度が0.2%以下の品種であり、自治体などへの届け出は必要とするが特別な許可証は不要である。一方、日本では産業に適した繊維型の品種であっても、葉と火水が規制されている。 1961年に制定された国際条約である麻薬に関する単一条約にて、大麻として規制下にあるのは、大麻植物の枝端から離れた種子及び葉を除いた花や実のついた枝端で樹脂が抽出されていないものである。その第28条においては、この条約は、もっぱら産業上の目的または、園芸上の目的のための大麻植物の栽培には、 適用しないとされ、産業用途の大麻は規制の対象とされていない。大麻取締法は、規制対象の大麻について、その一条で、この法律で、大麻とは、大麻草及びその製品を言う。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品並びに、大麻草の種子及びその製品を除くとしている。繊維型の種まで葉とか水を規制している。日本では、 朝の栽培には、大麻取扱者の免許が必要である。第24条が、緑に所持することを禁止している。ただし使用についての罰則規定はない。大麻繊維を採取する農民を描いた、テオドール・フォン・ヘルマンの絵カナビス・サティバは、繊維と穀物としての実のために1 2二千年前には、中央アジアで栽培され、急速に広まっていった。 2019年の考古学的調査の修正からは、大麻の起源はチベット高原の大御子周辺であると推定され、最小欧州へ次に中国東部へと広まった。人類による植物の栽培の早期から人類と共存してきており、それは人類による栽培ゆえに真の野生種は絶滅したと考えられているほどである。縄文時代早期から、 前期の日本の9500の1500年前の複数の貝塚から麻の果実が見つかっており栽培された可能性は高いがいずれにせよ食用であるため利用されていたことには間違いはない薬としての最初の使用は紀元前2700年前の伝説の中国の皇帝の新郎の教えを伝える2世紀の新郎本蔵業に書かれている 神能本造業には、朝の下水、朝として収録されるが、古代中国の文書でも、このようなシャーマニズム的な仕様は見られない。中国の新疆ウイグル自治区にて、2700年前に、精神活性あるいは占いに用いられたと見られる、大量貯蔵された大麻が発掘されており、2500年前の中国の古代都市の車市の墓地からも、 火水の特徴から摂取を目的としたと考えられる大麻が出土している。シャーマニズムは中国ではむしろ制限されてきたが、インドでの大麻の普及に貢献した遊牧民族に一般的である。ヒマラヤで発展した仏教の密教では、瞑想を容易にするため大麻が用いられた。広大神宮書館の看護御畑戸の神社において、宮中祭祀である神御祭で用いる。 朝の繊維の衣服を織る様子述べたように、日本での利用の考古学的証拠は約1万年前に遡る。弥生時代の布はほとんどが朝製であった。五漢書の東遺伝や三国史の儀式和人伝にも記述が見られる。風土記にも記されている。万葉集では藤原京が朝を巻く風景、朝を織る情景、朝を紡ぐことの例えを読み、 朝は神聖で大切な繊維であったことが伺える。戦国時代に木綿の栽培が全国に広まるまでは、高級品の絹を除けば、朝が主要な繊維原料であり、糸、縄、網、布、衣服などに一般に広く使われていたし、木綿の普及後も朝繊維の強度が重宝されて、特定の製品には第二次世界大戦後まで盛んに使用されていた。また、 朝の茎は工芸品に使われ、種子は食料になっていた。1625年には、両国や原堀の野原堀中島にて、七味唐辛子が開発され販売されるようになり、七味は1656年に日本橋の大木島から出店からも、また1736年には、長野善光寺の八幡屋、磯五郎、 京都清水寺の河内屋は1816年に七宮に改め、そうした老にせから製造されるようになる。神道では神聖な植物として扱われ、日本の皇室にも朝の糸、朝の布として収められている。この周囲に神道の祭祀で見つぎった品物の中に朝も含まれ、演技式にも同様である。 古来の古墳からは、新た絵だけでなく、現在絹で作られる、和名も麻で作られていたことが分かっている。伊勢神宮の特に重要な祭典では、麻を頭に巻いたりたすきがけにしており、この祭式は完全神社の式年仙宮など、他の神社の仙座の際に見られる。徳島の大朝彦神社は、阿波国一の宮とされる社格があり、神門は浅の波門であり、社殿によれば、 アメノフトダマの命の子孫であるアマネフ、命が、直命によって、アワ国に来て、アシャや、国の種をまいたということであり、アメノフトダマの命を、大アサヒ人として、ここに祀った。コモ周囲によれば、アマネフ、命が、天日はしがみの孫を率いて良い土地を求めて、アワ国に訪れ種をまいた。また、コモ周囲では、さらに良い土地を探す者がインベから分かち、 東方にて、朝や国を巻きそこを総国と言い,い、隠部のいる地を安房軍と呼び、そこに雨の太玉の命の者を立て、安房者と呼ばれているとある。古語周囲によれば、現在の千葉県にあたる古名、総国は朝の実る土地であることから命名されたと伝えられている。総国は町儀に必要な朝の生産地ということに由来し、七世紀末の木簡にも、 上国との記載があり、が、朝の実った房を意味することからこうしたことが、裏付けられている。インド大麻タバコは、全息の薬として、1880年代の朝日新聞、1890年代の読売新聞に広告が出されている。栃木では、朝の在来種に、白木、赤木、青木があり、品質の良い,い白木が多く栽培されてきた。 栃木県農業主研場は1917年には日本の研究拠点となり、1929年には朝の有料品種、栃市一号を開発し、また南汚し一号もであり、全国の作付けのおよそ半分を栃木県が占めた。戦前、日本の小学校の教科書では栽培方法や用途が教えられ、中学生や教員には昔から広く栽培され、 特に衣服に重宝されたと教えられている。1940年には、繊維の需要拡大により朝の流通を統制するための一元機関として、農林省が日本原朝を設立する。このように、日本においては、第二次世界大戦以前は国家により、大麻の栽培、生産が奨励されていたが、戦後の1947年4月23日に、 連合軍総司令部がポツダム宣言に基づき交付した大麻取り締まり規則その後の大麻取り締まり法によって産業用大麻にまで規制強化を行うようになった。GHQ が日本に交付した大麻取り締まり規則を遡るとアメリカ合衆国でのバンコクアヘン条約に基づいた。 アメリカ国内での厳しい大麻取締規定であるが、国際アヘン会議での大麻についての議論であったため、大麻の独特の薬理作用と、他の麻薬との作用の違いが不明確なまま、麻薬とされるに至ることになった。大麻はご承知の通り朝の繊維の原料植物であります。これは当初に本におきましては、大麻は麻薬の原料植物であるということを考えておらな。 かつたのでありまするが、連合軍が親中以来日本の朝を調べましたところ、これが取り締まりの対象になるものである。そういうような解釈の下で、先方よりメモランダムが出まして、これによって大麻取締法を制定しまして取り締まることになったのであります。そうして、今まで我が国におきましては、大麻から麻薬をつくつて、これを悪用する、あるいは、 これを使用する、そういうようなことが、全然、なかったわけでありまして、現在もまたありませんのでございます。しかしながら原料植物である大麻を大量に、使いますと、麻薬を取ることもできうるわけでありますので、一応これを取り締まる必要はあるわけであります。里見拓郎、衆議院会議録構成委員会、12第7回国会、 http://kokki.ndl.go.jp スラッシュ選択スラッシュ s y u g i i n スラッシュ007スラッシュ0790スラッシュ 00703130790012a.html 日本における大麻の栽培者数は1950年代には2から4万人であったが1 9六十年代には一万人を 下回り、大幅な減少を続けていくことになる。1963年には、大麻所持の罰則が、懲役3年以下、または3万円以下の罰金から、懲役5年以下へと改正されて重罰化されたが、この際に何らかの根拠を伴って重罰化された、わけではないとする主張も見られる。事実上新規での栽培許可が出ないため、 1994年には栽培者は157名、2009年末には56人にまで減少している。1970年、1979年、1985年、頃にもアサブームは起きている。生産面積で言えば戦前1から2万ヘクタールであったものが2015年には6ヘクタールである。なおこれは合法な栽培者であり、 違法栽培ではたびたび逮捕者が報道されている。2016年から17年にかけて、和歌山県にて記録上最大規模となる大麻草1万千本の違法栽培が摘発されている。栃木県の野州大麻は、新島の新地用に栽培され、広島県では、漁網、長野県では畳糸であり、木なさでの技術が高く、繊維では、滋賀県の大見上布。 岩手県の吉光式、奈良県の奈良ざらしのように伝統工芸として残っている。大見城府は著魔の糸と麻の糸とが組み合わされて用いられる。群馬の岩島麻は過去に上州北麻と呼ばれ、東ずま黄金の一といった最上級の製品を生産しており、織物としての風合いがよく幻の麻と言われる。1977年には、 岩島朝保存会が発足し、後に群馬県選定保存技術第1号に認定されている。天皇即位の大上祭は、徳島県の三木家による朝の県上が通例であったが、1990年の天皇即位の大上祭では、技術が途絶えた徳島に岩島朝保存会が技術を提供した。薬物としては、雑誌、小説講演が、 アンフェタミンの乱用前世紀の1955年5月号で、検挙者に大麻タ,タバコの喫煙者が混じっていることが記されているが、厚生省の記録では最初の違反者は1963年である。アメリカのカルチャーが輸入されるにつれ、1971年の週刊朝日、週刊ポストはマリファナが中高生に広がっていることを報道し、冷静に 三比両論を取り上げた。1977年に、フォーク歌手の井上陽水が逮捕されたのをきっかけに、報道で大きく取り上げられるようになり、事実を認め30分で終了した、超スピード裁判が行われ、毎日新聞、記者の目では、関本が、高が大麻で目くじら立て、と危険性少ないとし、畑山和久が、マリーファナ論争、大いに目くじら立てるべし、 関本が、もう一度言う、目くじら立てるな、などと賛否両論を展開した。この時期、ジャーナリストの田原総一郎は、大麻をいいとは思わないのだけれど、全人格を否定するようなファシズム的な報道姿勢や、マスコミを踊らせている秩序強化、保守化現象を考えなくてはいけないと言っている。1980年には、ビートルズのポール・マッカートニーが空港で、 大麻所持にて逮捕されたが入国していないということで釈放されたこともあった。1993年には大阪南に朝製品や喫煙具を扱った大麻動画開転し、1995年に中島ラモはアマニタパンセリナにて大麻の効果を解説する。2001年には大麻専門誌バースとハイが創刊21世紀となり、 日本朝の入手が難しくなり、神社の締め縄などが中国などからの輸入朝や、ビニールで作られることが多い。このため2015年には、伊勢市に伊勢朝信仰協会が発足し、三重県の新地用の朝を国産でまかないたいと、工学館大学と三重県神社長を中心として、神社関係者が発足させており、県に朝栽培を申請している。 2018年には栽培許可の方向性が示され、200以上の神社に出荷されることとなった。2020年までには栽培3年目を迎え、神事のために三重県内への出荷が認められている。三重県外への出荷については認可されず、2020年時点で再審査を要求している。北海道では過去に衣服や 巨網用に使用されていた経緯や土壌改良効果などを見込んで2013年に産業用大麻可能性検討会が開催され産業用途への再活用が検討されている。また公的機関による試験栽培なども進められている。2016年には一般社団法人北海道産業用大麻協会となった。北海道のもと農場試験場長であった。 菊池治さおのれは、1980年代より、ブランド米の夢ピリカ、キララを生む品種改良を行ってきた人物で、2011年に退職してから、かつて繊維用の大麻栽培が盛んで適した土地である、北海道にて THC が0.3%以下の品種の栽培を進行する目的で、2013年に北海道憲布協会を設立。 品種改良を施そうとしているが法律が障壁となって難航している。東京でも朝糸を紡ぐことを教える取り組みが行われている。朝という漢字は草が乾燥小屋に収められている様子を示している。紀元前5世紀の歴史家ヘロドトスはスキタイ人が大麻を娯楽に使って楽しそうにしている様を叙述している。中国では産業朝の栽培は続けられてきた。 16世紀まで続いた大航海時代には船の骨の縄、紙、オイルなどで朝の需要は高かった。1619年、バージニアのジェームズタウン植民地にて農業生産者に朝の生産を奨励する法律が制定され、各州はそれに続き、1800年頃までお金の代わりに朝で納税することもできたし、生産が不足した際に朝を生産しなければ、 生産者を投獄した州もあった。また西洋圏における喫煙という習慣の伝播は15世紀末のコロンブスによるタバコの発見による。1839年にアイルランドの医師ウィリアム・ブルックを承熱しがインドでの大麻の使用から動物で実験してその抽出物を気にしイギリスと北米の医師にインド大麻を広めることとなった。1899年に イギリスの科学者がカンナビノールを管離した。19世紀のビクトリア朝時代のイギリスでは薬局などで自由に販売されたが1928年に危険薬物法にて大麻の娯楽的な使用は禁止される。メディアを再生する勝利のための大麻層、ヘンプフォービクトリーの再生。第二次世界大戦中にアメリカ農務省は映画を制作しやさの生産を奨励した。 長らく農務省はこの映像の存在を否定してきた。1923年にアメリカのニューオリンズでジャズの人気とともに大麻の使用があり、アメリカで初めて大麻を禁止した年となった。1937年にマリファナ税法が制定され、後にジャック・ヘラーは大麻層と文明にて政治家と資本家の輸着があり、石油や木材から作ることのできる、 あらゆる製品が大麻からも作ることができるという理由があったため、大麻が規制され、デュポンの木材パルプから紙を作る特許などが挙げられると解説した。黒人差別と結びついたもので悪魔の草とされ、このアメリカの論理は世界に押し付けられていく。そして禁止の後に百六十四年に大麻の成分である THC が同定されており、条約の制定時点では、 科学的根拠が確固としたものではなかった。アメリカ文学のビート肉は大麻を取り入れ、ジャック・ケルアックはその小説、路上で、マリファナを登場させ、ウィリアム・エス・バローズは、裸のランチ、ソフトマシーン、爆発した切符の三部作を自分で作った箸紙シシの、キャンディー、マジューンを、毎日食べながら書いた。ホエルで有名なビート詩人、アレン・ギンズバーグは、 破滅を終わらせるための第一宣言で、喫煙者として、大麻の不当な規制について書いた。ビートルズに、ボブ・ディランがマリファナを教え、ヒッピーのカルチャーに根付き、愛と平和と叫ぶのである。元ハーバード大学心理学教授で、意識の改革者、ティモシー・リアリーの逮捕に禁する、リアリー対合衆国裁判によって、1969年に、マリファナ税法は、違憲とされ翌年、 規制法が新たに設けられる。なお、勝訴の結果に殺到した報道の前でリアリーはカルフォルニア州知事の立候補を宣言し、ジョン・レノンが応援ソングカムトゥゲザーを作成するが、再び逮捕され、そして脱獄するのである。引き続き、イギリスでは大麻を医薬品として処方できたが、アメリカからの外圧が10年続きついにイギリスの1971年。 薬物乱用法に含まれることとなり、医薬品としても禁止された。一方、1973年にオランダは、個人的な対話の娯楽的な使用を批判罪化した。先に述べた1985年の大麻相と文明によって、欧米で、朝が再び注目を集めることとなり、60万部以上が販売された。アメリカの影響でフランスを除き禁止されていた。 産業朝の栽培が1993年にイギリス、翌年オランダ、1996年にドイツ、1998年にカナダで開始される。また、1996年にはアメリカのカルフォルニア州の州法にて医療大麻の使用が容認された。アメリカ合衆国では1970年の規制物質法により、 繊維用の麻の栽培にも麻薬取り締まり局の認可が必要であり20州ほどで許可されていたが2014年農業法はヘンプの栽培を限定的に許可し2015年の産業麻農業法は THC 含有量が0.3%未満の麻を規制リストから除外し産業麻の生産を可能としたしかし個々の州法で2012年より コロラド州で連邦法に違反して登録した大麻栽培者は大麻の栽培が可能であったという例もあり、従来には連邦法だけがその動向を定めたものではなかった。2014年の農業法によって33の州が産業大麻のための法案を可決し、2017年に38州が法律を検討し15州が制定している。 医療大麻を合法としたアメリカの州は半数を超えており、嗜好品としての娯楽利用の大麻も罰則のない非犯罪化され緩く規制され、首都ワシントン DC のように合法化されている場合もある。2015年の米国議会調査部の報告書では、朝製品の市場はフランス、イギリスやルーマニア、ハンガリーでも活発である。ジャマイカは植民地となった後、 先住民族は、その過酷な労働によって絶滅し、代わりに黒人が輸入され、インド人がガンジャを持ち込み、後に起こってきたアフリカ回帰運動であるラスタファリズムでは、聖書に書かれた生命の木はガンジャであるといった信仰が生じた。1970年代までのミュージシャンが愛用した喫煙用大魔には、ジャマイカの在来種が含まれていた。 ジャマイカの在来種は、テトラヒドロカンナビノールの含有量が少なく効き目も穏やかであり、花、香り、風味、糖水感などに、独特の特徴を備え人気があったが、麻薬撲滅運動の中で目立ちやすい、在来種は引き抜かれ、外来種に置き換わっていった。ジャマイカの2015年改正危険薬物法は、ラスタファリの進行の自由においての大麻の使用を許可した。 インドにおける大麻文化では、アタルバベーダにて幸福の源だと言及され、宗教との結びつきがあり、また医療としての使用も、紀元前1000年頃に始まった。それぞれの州は、各々の,の,の州法で規制を行っている。いくつかの州では、バングの販売を許可制にしている。また、個人の持ち歩いて良いとする量を定めている州や、購入者の年齢を制限している州もある。 イスラム教圏では、大麻に寛容であり、アルコールに厳しい。麻は、食用、薬用、繊維、製紙などの素材として用いられる植物である。麻の茎の繊維や麻タ大麻から得た植物繊維から様々な製品が製造されている。衣類、履物カバン送信具、袋類、縄、容器、調度品など。 朝の織物で作られた衣類は通気性に優れているので、日本を含め暑い気候の地域で多く使用されている。綿、具、レイヨンなどの布と比較して、大麻の布には独特のザラザラした食感や起伏があるため、その風合いを生かした夏服が販売されている。大麻の繊維で作った縄は、木綿の縄と比べて伸びにくいため、 荷重をかけた状態でしっかり固定するときに優先的に用いられる。伸びにくい特性を生かして弓の弦に用いられる。また、日本では神聖な繊維とされており、神社の鈴縄はしめ縄や大ヌさとして真摯に使われる。横綱のしめるしめ縄も朝繊維でできている。産業用栽培は国際連合食料農業機関の 統計サイト FAOSTAT クラシックによれば、世界における麻の生産量は1960年代は毎年30万トン前後あったものの、1990年代からは6万トン前後となり、20年間で5分の1程度には減少している。ただし、この数値にはインド麻の他に三変布なども含まれている。麻繊維はエコロジー素材として注目を浴びている。 実用的には、大麻の生地は強く、放熱性が高く、汗を蒸発させる効果があり、夏の衣服に向いている。また、大麻繊維には、抗菌作用や消臭力が認められている。生地は、光沢とシャリ感がある。ただし、日本国内では、家庭用品品質表示法で、朝と表示することが認められているのは、アマとカラムシのみであるため、朝製品と名乗っていたり、 朝マークが表示されていても、大麻繊維製品ではない。大麻繊維は、指定外繊維や指定外繊維などと表記される。21世紀には、バイオプラスチックとしても用いられる。朝を用いた、ヘンプクリートと呼ばれる、建築資材は欧米で注目をされている。繊維を取った後の余った茎は、かつては、回路用の灰の原料として、日本航空内で広く用いられ、 おーぼの際に向かえ火をくり火をたくのに用いられる。また、CBD を茎から生成する。チラキシーなどの CBD り健康食品メーカーでは、海外から CBD を輸入し、麻薬成分のテトラヒドロカンナビノールが検出されないことを確認してから、国内で加工して販売している。出雲大社では、麻の茎の先に半節にした製氷炭を刺して、ひ釈とし、爪。 白菜の真事で使用する。これで人類を救い、ンともを行う。つまり、朝系は、被釈の柄となる。朝の種は、朝の実の名で、七味唐辛子にも含まれる果実は、生薬や食品に利用される。生薬としては、朝子ひとしと呼ばれ、糖水成分はなく穏やかな作用の便秘薬として、使われる。栄養学的には、タンパク質が豊富であり、 脂肪酸などの含有バランスも良いため食用、可能であり、香辛料や鳥の餌になる。果実を絞ることにより朝飲み油を得ることができる。この油を含んだ線香がアロマテラピー用として市販されている。特殊なところでは、菌類学において水製菌を分離する方法である釣り絵法での標準的な餌として用いられ、卵菌類や変わり水カビなどを釣り出せる。 花が咲く、メカブの朝。緑色の塊が、朝の花。開花しても緑色のまま色づかない洋株の花。メカブのような塊で咲かない、嗜好品として葉及び果敢には糖水作用があり、嗜好品として用いられる。糖水を引き起こす主成分は THC であるが、これ以外に含まれる成分のバランスによって効果に違いが生じる。特に、 ラマルクにより命名された種のインドアサは2000年以上、前から中央アジアで品種改良され、一般的な大麻より多くの糖水成分を含むので、一般に試行品としての大麻といえば、このインドアサを指す。また、インドやジャマイカなどでは、ガンジャと称される。アメリカ合衆国の首都ワシントン DC と8つの州で、試行目的でも合法とされ、一部の国で合法であり、 犯罪であるが逮捕せず単に罰金とする非犯罪化の政策を取っている国やアメリカの州もある。医薬品として THC をはじめとしたカンナビノイドには医薬品としての効能がある。日本では1948年に大麻取締法が執行される前で、本罪は全速を発したる、時刑賞は1本、重傷は2本を常の巻きた箱のごとく吸うときは、 即時に全治し、こうも体に害なくそもそも、津田をいするの両方についてこの煙剤の特効かつ、適切はすでに王は医学史書大化のカタロンなりを、うい文句に全速タバコインドタイマタバコとして販売されていた。また、インドタイマ層及びインドタイマ層エキスは、1886年に交付された日本薬局法に、鎮痛、鎮静もしくは、 催眠剤として収裁され、さらに1906年の第3改正でインド大麻送陳期が追加収裁された。これらは1951年の第5改正日本薬局型まで収裁されていたが、第6改正日本薬局型において削除された。アメリカでも大麻そのものの臨床試験は承認されていない。大麻の抽出成分でできたナビキシモルス、 合成 THC のマリノール、また合成カンナビノイドのナビロンなど臨床試験を経て医薬品として用いられているものも存在する。各国で販売されている。成分の一つカンナビジオールはアメリカでエピディオレックスの商品名で臨床試験が進行している。医療大麻はアメリカの首都ワシントン DC29 の州やカナダ、オランダ、イスラエルといった国で 処方箋薬として認可され、治療薬として試みられている。ありがとうございます。